回は成功の時計を2本ご紹介いたします。1本目の時計はリファレンスナンバー 718990G、 1964年代製の21世紀仕様のクロノスセルフデータです。シルバーの文字盤にシルバーのドルフィン針、アップライトバーインデックスで中央にカットが施されており、12時はダブルインデックスとなっています。3時位置にはデイデイトが配されています。12時位置下には筆記体でセイコークロノスセルフデータの表記、6時位置上にはウォータープルーフダイヤショック21ジュエルの表記があります。ケース素材はステンレスで、ケースの形はラウンド型、ラグは太めです。ケース径は 36.4mm、 厚みは 10.9mm です。カレンダー部分は9時から12時の間を往復させることで日付を進める仕様です。シルバー一色のとてもシンプルなデザインのため、スーツにもカジュアルな洋服にも合う時計です。2本目の時計はリファレンスナンバー15033、1962年から製造開始されたクロノススペシャルの23世紀仕様の時計です。シルバーの絹目仕様の文字盤にシルバーのドルフィン針、アップライトバーインデックスで12時はダブルインデックスとなっています。太めのバーインデックス、多面カットで中央にもカットが施されています。12時位置下には筆記体でセイコークロノススペシャルの表記、6時位置上にはダイヤショック23ジュエルと SD マークの表記があります。ケース素材はゴールドフィールド、ケースの形はラウンド型で、ラグは細めになっています。ケース径は 36mm、 厚さ 10.6mm です。クラウンスペシャルの対抗機種で、キングセイコーをマイナーチェンジした高級機となっています。ぜひ一度店舗に足を運んで見ていただきたい一品です。